はい、どうもフランクです。今回でですね、確か2回目ってことで、あのね、またあのお酒のね、レビューをしていきたいと思います。で、前回なんだっけ、前回梅一輪かで、今回はですね、あの僕自身がいつもねメインで飲んでるお酒、これサントリーの、金麦ですね。まあ普通だったらやっぱビールがいいですよね。スーパードライとか、あとね、ラガーとかさ。まあだけどね、僕みたいなね、転職貧乏やってる貧乏人にはね、そんなリッチなもんね、そんな飲めないんで、うん、発泡酒ですね。まあ発泡酒の中ではもう個人的に、うん、多分これが一番好きかな、金麦。うん、一番安定で、喉越しとかだとね、なんだろう、ちょっとね、苦味が足りないっていうか、酸味が強いというか、なんかね、微妙なんですよ。あと他のやつ、なんだっけ、うん、フルーツ系のビール系のやつとか苦手ですね。なんか甘ったるいの、フルーティーなやつ、まあ海外のやつとかもそうですけど、まあこれがね、とりあえず安定っていうことで、なんか何のマーク、まあいいや。ということで、これね、僕自身、メインで飲んでます。アルコールね、ちょっと見にくい、5% 入ってますね。さあ、じゃあ、いつも通りね、飲んでいきましょう。いつもでは変わんないな、ね。ああ、やっぱ冷えててうまいですね。金麦だと、あとなんだっけ、もう一個、タンデーだっけ、あれも結構好きなんですよ。ただ発泡酒の中ではタンデーってちょっと高いと思うんで、ちょっと高い発泡酒買うんだったらもう少し頑張ってビール買おうってなっちゃうんで、まあ、好きなんですけど、タンデーはあまり変わんないですね。だから金麦とですね、今回ね、ちょっと面白いことに、ちょっとね、これいただいたんで、うん、食べてみたいと思いますね。なんか、エイヒレ？スルメイカとかじゃなくて、なんか、エイのヒレみたいですよ。これもらったんで。で、マヨネーズ付き。なんかね、辛いらしいんですよ。めちゃくちゃ辛いって言ってた。封されてるね。開けていこう。あ、匂いがすごい。ちょっと他のやつに食べさせてみましょうか。ねえ、ちょっと来て。ちょっと来て、いいのあげる。これ、ねえ、いただいたからちょっと。呼んできて。あ、いらない？いらないならいいや。早く。なんかめちゃくちゃ辛いみたい。めちゃくちゃ辛いって言ってるから、これちょっと、これ一個ちょっと二人で切って食べてみな。めちゃくちゃ辛いって聞いた。だけどなんかビールに合うみたいなね。エイのって。取れる。でかい。じゃあいただきます。めちゃくちゃ辛いって言ってるもん。辛いのかな？あ、うまい。あ、これいいな。マヨネーズつけるとさらになんか中和されてよく食べやすくなるって聞いたんですけどね。マヨネーズ今回はいいや。あとでもう一個。これは、あ、でかい。ちょっとでかいな。食べに行く。とが合わない。真っ赤なんですよ、これ結構。うん、
あ、確かに言われた通りビールに合う。これつまみになりますね。めちゃくちゃ辛いって聞いたんですけど、普通に食えますね。まあ、辛いっちゃ辛いけど騒ぐほど辛くはないです。って言っても多分それ個人差があって、僕自身多分辛いの結構強いと思うんで、多分周りの人が弱いのかな。いや、僕自身が強いのか分かんないですけど。やっぱね、激辛って書いてあるだけでみんな辛いって言いますね、やっぱり。今ね、そっちで食べさせたんですけど、やっぱ辛いみたいですね。でも僕から見たら、まあ全然普通みたいな。取れない、取れないよ。いい感じ。うん、メーカーわかんない。会社名とかもわかんない。普通にうまい。うん、でビールが、ビール、まあ発泡酒もそうだけど、進むね。あ、いかよりこっちの方がいいかもしれない。っていうことですね。でもまあ今回ね、うん、これどこで買えるかわかんないですけど、これとね、あの僕自身が飲んでるいつもね定番の、金麦茶。はい。まあお金ない方ね、僕自身あの発泡酒の中で金麦好きなんで、まあ一応金麦はおすすめしますね。はい、ってことで今回は、こんな感じでした。